ちょっとメールのテーマにね、移っていきましょう。お願いします。今日のテーマはこちらです。今日のテーマは、職場体験です。はい。今日のテーマは、職場体験というね、テーマでお送りしていきたいと思います。うん、皆さん、職場体験ってね、経験したことありますか？うん。うん。そうですか。年代によってはね、なかったよっていう。ね、そう。年代によって、今30代ぐらいの人から。うん。うん。中学校はなかったね。あったのがね、うん。うん。でも逆にこんなね、職場体験してみたいっていうメールもね、まだまだお待ちしております。はい。ラジオネーム、あやりんちゃんからですね。あーちゃん、こせんちゃん、おはようございます。おはようございます。今日のテーマは、職場体験。私の世代は中高両方で職場体験ありましたよと。うん。あやりんちゃんはね、20代女性の方ですね。うん。中学は希望が出せたので、うん、出身の小学校に行きました。小学校先生とかなりたいのか。ねえ、子供たちがただただ可愛くて、うん、あとは自分が在校生だった時の先生ともう一度関われたことがとっても楽しかったです。それと同時に子供たちに勉強を教える先生は本当に偉大だなと思いました。高校は希望が出せなかったので本屋さんでバイトとして働きました。こちらは全く記憶がないです。ちなみに今からやりたい職場体験はカメラマンです。それかあと15歳若かったら赤城団一日体験してみたかったな。あ、いいじゃないですか。今でも全然 OK。 あーちゃんがやってみたいと言ってた中井さん、とっても似合うので、見てみたいです。若女将といただきました。はい、嬉しい。嬉しい、嬉しい。なんかね、20代ならね、いろいろ経験できそうだね。そうですよね。うん、ね。あ、でも今やりたいことはカメラマン。カメラマン。うん。赤城団にも入ってみたいって言ってくださって、ぜひぜひお待ちしておりますよ。今さんにね、すごいカメラマンがいるけどね。すぐ浮かんだけど。浮かびました、うん。でもあれですね、小学校に行けたって、あの私の学校もそうなんですけど、うん、小学校は倍率が高いんです。高いんだ。みんななんか出す希望者が多くて、うん、そう、倍率が高くてなかなか行けないんですよ。まあ、自分がね、通ってた学校だったんかね、恩師が。うん、そう、ね、書いてあるよね、うん、そういう風にね。はい。ね、でもそこにね、行けたっていうのはね、うん、いやー、ついてますね。ついてますね。ねえ。でもね、そこに行ってみてね、また感じたことがあって、次の選択肢が浮かんだと思いますからね。あやりんちゃん、ありがとうございました。トゥーパンプさんからだね。トゥーパンプさん。あーさん、じいさん、のんさん、おはからです。おはから。普通高校でアルバイトが禁止でした。うん、カメラマンとして19歳で学生のまま印税をもらっていた私はいきなりプロになってしまい、職場体験の経験がありません、うん、今は下は幼稚園児から上は定年退職した人生の先輩まで、様々な人たちの職場体験を受け入れています。私が心がけているのは、楽しいと感じてもらうこと、自分の仕事場を好きになってもらいたいからです。誰だって嫌なことをやりたくないですからね。年のせいかあちこちがガタガタになっていますが、お医者さんのお世話になりながらまだまだ働いていますと。毎日お疲れ様です。職場体験受け入れてるんだよね、パンプさん。ねえ、ねえ、下は幼稚園の子から、ね、え、どんな形で受け入れてるんだろう。パンプさんのとこ行ってください。ねえ、幼稚園の子たちがさ、どういう形で働いてるのか気になる。なんか、そうなの、そんなちっちゃい子。うん、またね、定年退職をされた人生の先輩方にも、うん、またね、新しい生きる勇気だったりとか。カメラをやりたいです。80過ぎてるんですけど、これから有名なカメラマンになりたい、なりたいですみたいな。カメラのお仕事ではないけどね、これに関してはね、うん、はい、いやでも素敵な誰かのためになってるね、お仕事をされてますね、トゥーパンプさん ね、 ね、素晴らしい。さっきもほら、この曲に、うん、職場体験にね、はいはい、あの学生たちが来るんですよって言ってて、うん、本当にね、この時期もう少し暑くなってから来るんだよね。そうか、もあ、そう、夏かな。そう、夏ぐらいに来るね。うん、コセンちゃん、会ったことある？あるよ、なんか何組かっていうか、うんうんうん、もう名刺を配布してね、ねえ、置いといてね。、うん、聞いてね、うん、聞いてねってね。そう、でもあれですよ、みんな本当にね、ここで収録
実際に2日間来られることが多くて、うんうん、で、まあ、1日目はこういろいろと体験とか、うん、仕事のね、まあ、何でもらうけど、2日目は実際に自分たちでラジオを撮るんですよ。はい、そう、テーマもね自分たちで考えて、ね、放送に、まあ、声流れてね、そう、うん、でなんか2人とかが来るから2人でこう掛け合いとかして、うん、曲とかも自分たちで選んで放送したりとか、構成からもうそう、こう指導してね、うん、それであの最後はさ、あのそういうデータにしてもらって、はい、まあ、持ち帰るっていう形で、それって自分だったら宝物だよ、うん、どんだけの人がねこれを聞いてるかってね、すごいことだよね、うん、うん、ねえ、なんかそういう ね職場体験がね、はい、あの私の学校にはさ、こうラジオ局の職場体験なかったから、うん、すごく前橋市の学校羨ましいなって思います。ああ、うん、メディアはなかったんですよ。そんなにね数があるもんじゃないからね、うん、放送局だってね、ねえ、うん、だから恵まれてる学校だな、いいなーなんて思いながらね、ね、私は対応させていただきましたけどね、はい、もう少しで来るよ、もしかしたら来るかな、来るかな、楽しみだね、はい。